株式会社ホリプロは日本の芸能事務所。1960年5月に有限会社ホリプロダクションとして設立され、1963年1月に株式会社へ改祖し、社名をホリプロダクションに改称1990年10月に株式会社ホリプロへと2度目の改称それまでの略称名が正式社名となった。 芸能プロを一企業として社会に認知させたいとの思いから経営の健全化を進め、1989年に業界初の株式公開を果たし、1997年には東証二部上場、2002年9月には東証一部上場を果たした。しかし、2011年12月には経営環境の変化から経営の自由度を確保するため、 マネジメントバイアウトによる上場廃止を発表した。創業者の堀井竹雄は、和ズ吉カ、高兄弟の父親で、元、ファウンダー最高顧問。自社企画の新人発掘イベントをいくつか主催しており、中でも、ホリプロタレントスカウトキャラバンは、女性アイドルの登竜門として有名で、多くの人気タレントを輩出している。同社の広告、ポスター等で、 所属芸能人の名前を書くときは、現在は必ずと言って良いほど、和田明子が一番上に来る。所属タレントのアルバイトは禁止されていることが、所属歴のあるタレントの口から語られている。入寮制度があり、後日有名になったものでも若手時代には、寮暮らしをしている。所属タレントへの報酬の支払いについては、浮き沈みが極めて不安定な芸能界において、 不愛性を原則とする他の芸能事務所とは異なり、基本的には定額報酬制を取っているとされる。所属タレントの小島ルリコは、普通の OL と同じぐらいの給料だと発言したことがある。また和田明子でさえ長者番付に乗らないくらいとも言われている。和田や、生前40年以上在籍した鈴木博光の他にも、長年所属しているタレントが、 同業他社と比較して多いのが特徴である。業界におけるホリプロの影響力は非常に強く低学生であることを差し引いても所属タレントには様々なメリットがあると言われている。どんぶり感情も少なくない芸能事務所において会計採入採出の管理に非常に厳格であることで知られている。1990年初頭お笑いブームの影響とアイドルの衰退の影響が あったこともあり、お笑い芸人の育成を強化するために、お笑い勉強会を開設した。事前のオーディションで合格すると、無料で週1回のホリプロの勉強会に参加できるようになる。お笑い部門は、形態が異なっており、1990年代から所属していた芸人は、ホリプロ所属、子会社の M2 カンパニー出身の芸人、及びホリプロが、 子会社化してから所属した芸人はホリプロコム所属となっている。女性芸人も2011年までは全員がホリプロ所属だったが、それ以降は女性芸人もホリプロコム所属となった。勉強会では、まず最初にネタ帳の提出をしなければならない。その後、ホリプロのお笑い担当の幹部にネタ見せをする。上層部の OK が出ればその中で何組かがライブへ出られる。 勉強会は、お笑い要請書の中で、吉本工業と並んで、トップクラスの厳しさを誇る。参加者に対して、帰れ、やめてしまえ、など厳しい土星が飛ぶことは、日常茶飯事で、時にはネタ帳を破り捨てられたりすることもあったという、出暴露。礼儀にも厳しく、遅刻すれば、ネタを見せられないという罰則がある。このように厳しい要請書ではあるが、 活躍している芸人のほとんどが、ホリプロコムの前身にあたる、M2 カンパニー出身者か、吉本などの別の事務所出身者であることが多く、直接ホリプロの笑い部門に在籍した人物が、売れっ子になった人物は少ない。また、ショーレースで活躍している人物も少ない。おぎやはぎも、実際に、ホリプロのオーディションに参加したことがあり、 ネタを披露したところお笑い担当の幹部から告評されたという。しかし、同じネタをプロダクション人力車のオーディションで披露したところ絶賛されたことをラジオで語っている。あとに、おぎやはぎはプロダクション人力車でデビューした。2002年4月にはホリプロのお笑い芸人養成学校として目黒商売塾が開校された。グループ会社、ありがとうございます。